男子サーブルトーナメント5番の試合、愛工大名電森選手、古橋竹葉選手の試合をリピストで行います。森選手、竹葉選手はリピストに入ってください。続いて6番の試合、金沢西橋本選手、山形東山崎選手の試合を8ピストで行います。橋本選手、山崎選手は8ピストに入ってください。続いて7番の試合、大垣美奈渡辺選手、3番の当たり山本選手の試合を9ピストで行います。渡辺選手、山本選手は9ピストに入ってください。